は、クロアチアのイストリア半島中心部にある村及び、それを中心とした基礎自治体である。2001年現在、村自体の人口は531人で、基礎自治体全体では983人であった。住民のうち192人はイタリア語を母語とする人たちである。1902から1935年の間、トリエステからポレッチまでポレチャンカと呼ばれる、 ナローゲージの鉄道が敷かれており、村の下の谷を通っていた。季節になると、周辺の森林ではトリュフが採取されるが、特に白トリュフは美味で有名。縄文、元文は、カステリエル・ケイストレイヤーと呼ばれていたことの場所で、発展した中世の町である。元文は、海抜270メートルの場所にあり、丘に家屋が点在している。 城壁の内壁の上には、元文を支配した、いくつかの異なった一族の紋章と、一世紀に遡るローマ人住民の二つの防費がある。十世紀や十一世紀に、元文は、ポレッチ司教に属していた。1278年からベネツィアに引き継がれ周囲は、今日でも損なわれていない、堅牢な城壁に囲まれ、城壁は、 イストリアの四方の素晴らしい景色を眺める遊歩道として使われている。街の三つのすべての部分は内側と外側の城壁と14世紀から17世紀に建てられたロマネスク建築、ゴシック建築、ルネサンス建築の要素を含んだ塔と縄文の仕組みでつながっている。これは典型的なベネツィアのコロニアル建築の例である。 元文の古い教会後期ルネサンス様式の聖ステパノ教会、すべてスティエポーンは、正確には17世紀に建築が始まり、スケッチによれば、おそらく設計したのは著名なベネツィアの建築家アンドレイア・バラーディオである。教会には、フランチェスコ・ボナッツォ、フランチェスコ・ベナッツォによる聖ステファント、聖ローレンスの大理石の彫像や17世紀の不明のベネツィア人芸術家の、 最後の晩餐などの作品が含まれている。14から15世紀頃の水たまりが教会の正面にある。ミルナ川は丘の下を流れ、川の反対側は有名な元分の森で、面積はミルナ川と谷20平方キロメートルの面積があり、そのうち280ヘクタールは特別に保護されている。この地域は近くの森林と比べて異なるだけでなく、 カルスト地域全体とも、野生動物や土壌が異なり、豊かで貴重な黒や白のトリュフが生育している。地下で生育したトリュフを収穫するため、特別に訓練された犬が使われている。最も一般的な森の木は、ヨーロッパならか冬ならで、スラボニア多くの森と比較しゅうる。元分の森の開発のため自然条件を維持するため、ミルナ川は治水され、谷全体は、 洪水から守られているが、保護地域でも、時折洪水に見舞われる。丘の斜面上では有名なイストリアワイン用のブドウが栽培されている。元文は今日、イストリアの人々の中では穏やかで良い巨人であるベリ、ヨジェベリジアスの町として知られ、この巨人は、イストリアのクロアチアの人々を象徴している。物語は、ブラディミル・ナゾルにより書かれ、 彼は20世紀の最も重要な、クロアチア人作家の一人でこれはファシズムに対する、クロアチア人の全国闘争への答えでもあった。物語は今日、クロアチア中で知られベリオジョのキャラクターはかなり正確に、街とリンクしている。元文の通り1999年以来、元文では、国際的なアメリカやヨーロッパからの独立や、前衛的映画のための元文国際映画祭が、 開催されている。元分の現在の地元の大きな問題は、海外の開発業者との争いである。開発業者は2つの18ホールのゴルフコースと500、ベッドを超えるリゾートを、町の谷の下に現在ある9ホールのゴルフコースと、いくつかの地元のコミュニティに広げようとしているが、プロジェクト周辺の不動産登記や、自然保護のためビラのための123の建物用地の拒否。 川の反対側のトリュフの生育へのダメージへの懸念から開発業者の計画に反対している人もいる。反対と同じように多くは年間の仕事や地元の観光収入が増えることから歓迎しており、この問題では意見が分かれている。環境影響調査は現在では完了している。セーステパノ協会の泉元分の平面図が1993、1995、 2001-2004年に発行された重空な紙幣の裏側に表されている。元文からの東側の眺望。ありがとうございます。